ベルト持ってる選手がいるみたいなんで、ドラゴンゲットさんで一番のベルトでしょ、気になりますよね。忍者とワグナーが彼らと当たった時にすげえ面白くなるんじゃないかなと思ってますね。まずドラゴンゲート対ノアっていう対戦カードが決まりました、はい、これについてどう思われますか。そうですね、まあ高近年ノアとこうドラゴンゲートさんの選手っていうのがこう交わることが結構あるんですけども、ポテンシャルというものが非常に高い選手たちが多いんで、うん、その点に関しては非常に楽しみではあるんですけど、今回対戦相手3人のうち何か気になる選手っていますか。どうでしょうね、でもなんかベルト持ってる選手がいるみたいなんで、ね、おそらくそのドラゴンゲットさんで、一番のベルトでしょ、ってことはそのドラゴンゲートさんで一番強いということだと思うんで、まあ、やっぱそこはやっぱり気になりますよね、うん、試合を見たことがある選手ですね。いや、なんなら試合も知ってますし、それぞれなんで、まあでも本当前のことなんで、今の彼らの立ち位置であったりとか試合の仕方とか微妙に分かんないんで、とにかくいいやつではなさそうだなっていう感じですよね。以前その試合で絡んだ時にその強さとかテクニック的な部分というのは感じますか。うん、だからさっきも言ったようにポテンシャルの高さっていうのはやっぱり持ってると思うんで、はい、ディアマンテとかもすごいいい選手でしたし、だからこそ俺がタッグを組む忍者とワグナーが彼らと当たった時にすげえ面白くなるんじゃないかなと思ってますね。なんか自分のことよりもそっちが気になっちゃいますね、はい、武藤さんの印象みたいなものですか。最初ね、ノアのリングに上がり始めた頃っていうのはやっぱりどうしても身内というよりかは外からレジェンドがやってきたっていう感覚だったんですけど、多分みんなそうだったと思うんですけど、時間が経つにつれて武藤さんがしっかりこうノアに対する愛というものを見せながら試合をしてくれたり過ごしてくれたんで、今は本当にまあ大先輩ですけども、みんな武藤さんのこと仲間だと思ってるし、ノアの一員だと思ってるし、うん、感謝しかないですよね、このノアというリングを選んでくれたことに関して。はい、武藤さん最後までね、本当に突っ走るかっこいい姿を、ファンの人たち、そして僕たちにもぜひとも見せてください。そして落ち着いたらオーパスワンで乾杯しましょう。刑事武藤グランドファイナルプロレスラストラブホールドアウト。プロレスラー武藤刑事、すべてを出し尽くして最後白く灰になりたいと思っております。ファイナルカウントダウンシリーズを歩んできた天才武藤刑事、その歴史に幕が降りる。2月21日東京ドーム、全対戦カード発表。午後4時よりスターティングバトル開始。スターティングラブ、矢野泰隆、稲村芳樹 VS 稲葉大輝、正木民也。東京女子プロレス提供試合 TJPW スターク、新井由紀、渡辺美優、伊藤真希、水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美優、坂崎由子。ワールドウォリアーバトル、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、小島さとし、杉浦隆。午後5時よりオープニングマッチ開始。ニューエクスプロージョン、宮脇潤太、アレハンドロ、吉岡誠輝、陽平、小峠敦史 VS だが、クリス・リッチウェイ、早田、エイタ、小川義成。
DDT 提供試合ドラマティックドリームフューチャー、正田武史、興梠雄也、岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島桃井、上野裕樹、勝俣俊馬、魔王ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、イホデドクトルワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ、キャイ、シュン・スカイウォーカー、全日本プロレス VS ノア、曽谷学、中島克彦、剣王 VS 青柳優馬、諏訪間、宮原健人、野沢論外引退試合、フィナールデルーチャー、正田、野沢論外 VS 石森泰治、ゲドー、新日本プロレス VS ノア、東京トルネード、天草 VS 高橋ひろむ、お前すげえ、真空で決着つけろ、お前お前ビビってんのか、お前ビビってんのか、だったら帰れ、お前なんか本当に帰れ、うわ、新日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮海斗 VS 岡田和彦、海斗、これが引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた、嘘、嘘、武藤圭司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤圭司、2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。